挑戦するのはかりんちゃんに思いを寄せている小田くら、はい、好きなんだ。大好きです。あら、どんなとこが。全部好きなんですけど、なんか笑うときになんかちょっと恥ずかしそうに笑うところが好きです。れいなちゃんはちょっと手相はちょっとわからないんですけど、藤吉さんの手相を見てみたいってことで、あの推しメンの手を触りたいという不純な動機でそういうことか。手相を見たいそうなので。わかんないんだよね。わかんないです。あ、でもまあ適当なこと言っておけばね。はい私これ芸能人で初めて見ましたって言っておけば、そうそう、なんとなくふわってなるから。あとは変顔も。そうだね、だから変顔したらこいつは見ないんでしょ。変顔いける。頑張ります。この手相はで一回下向いてこの手相はこれにいける。小田倉さん絶対笑うということで小田倉は別室へ。ちなみに塾長から小田倉へ指示が出せる状態になっています。さあ、スタンバイ整ったようです。大丈夫かな小田倉。ねえ、いや多分かりんちゃんが緊張してるからね。お疲れ様です。お疲れ様です。緊張してるかりんちゃんね。ここ座ればって言いたかったんでしょう ねすごい緊張感が。可愛いですね。いやありがとうございます。ありがとうございます。最近ストレートにしててすごい似合ってます。 ありがとうございます。耳かけも可愛いです。あ、私特技があって手相見れるんですけど、見ていいですか？あの、私特技があって手相が見れるんですけど、見てもいいですか？うん。いやすごい、絶対嫌な間があってね。そうね、見られる感じ。嫌だけどうんで。はい。え？怖。どうした？小田倉さん、触ってる。触れた。あ、すごい。生命線が長いです。あ、長く生きれるってこと？もう一回いいですか？この手相は新幹線。どう反応したいか分かんない。あ、この手相はあの、うん、新幹線です。え、新幹線？喧嘩じゃないで。喧嘩打っちゃってるのよ。ありがとう。小田倉さん頑張ってるよ。でもやっぱり縮まってるじゃんね。すごい珍しくて、あ、嬉しい。芸能人の方で初めて見ました、この手相。はい、まあ、そう、ありがとう。じゃあちょっとあのちっちゃい扉から出てもらってそろそろ帰りたいと思います。大丈夫？もう3回目ね。振り返って変な顔、振り返って変な顔、振り返って変な顔。こっちこれなんだろう、わかんない。失礼しました。距離縮まったよね。でも全然意味がわからないんですけど。意味わかんなかった？あの顔なんですか？あの顔？あの、なんかそれいい顔、いい顔出るね、小田倉。小田倉はどうだった？やってみて。ちょっと距離が縮まった気がします。そうでしょう。はい、でもやっぱり変顔のレパートリーを増やすっていうのは大事だなって思って、うん、私とかすごい変顔得意だからいつでもレクチャーするし、うんうん、あ、なるほど。言ってきてくれたらみんな鍛えるので。ちょっと先生一つ見せてもらっていいですか？かりんちゃんが笑うやつね。はい、全然笑ってない。全然笑ってない。おかしい。大好きなの。なんでだあれ。塾長もう一個、塾長もう一個、これだ、これだろ。全然割れてない。やばいやばい。これだ。あ、ちょっと割れて。小田倉も行け。小田倉。顔横だから。もう目が怯えてるんだよ。